では続いて古賀さんと仁さん。アスナの手料理が食べたい。よいしょ。さあ今日はエクサム仮面ということで。これより作戦指揮を取ります。さあ本日アルカナハート3ラブマックス発売ということで。超キモいんですけど。さあまだチップを持ってないジンさんだが。じゃあこう投げて、さあ立ち火を使らして、あーっと届かない、見てから2エビ余裕でした。さあ2エビタイク入って、ここでパワーブラ、さあ裏に回って投げて、さあジンさんの勢いが止まらない。さあ集団入って EX ビーチスパイクで締めて、僕にやらせてください。さあ集団お返し、投げて、さあここ受け身取って、さあ人生相談入る。さあ裏からキノが出てきて、さあ位置を入れ替え、準備できました。さあ、あーっと切り札には投げが入って、さあアスリートダッシュがうまいこと対空になって1対1。さあまずはジンさんが先手。さあ人生相談が入る。さあ地に見えび通して、準備できました。コンボにはいけないが、とりあえずアスリートで距離を離して、さあガード間に合う。さあ鉄拳制裁が使って、さあジンさんのガン攻めが止まらない。中段入って悪いですね。さあこん投げ、さあここでパワーブラ解放、さあまあガード間に合う。さあ裏からのアスだ、お互いに行け、あーダメだった。勝ったのはジンさん。お兄ちゃん見ててくれた。さあでは続いて、あすいませんありがとうございます。では続いてポンマルさんとボブさん。ボブさん、県内戦ボブさん試合。レベル5の力甘く見ないでよね。今ランキング1位って誰ですか。今ランキングの1位って誰ですか。ジンさんが1位、ワオ。
ああ、ミコトンにしては珍しいガンズレスタイルだな。リバーしっかりガードして、さあガード間に合う、ガードさして、ここでゲージを入っていく。さあ体力が負けている時はアドバがし放題です。投げて、さあちょうどワンゲージ溜まったところで EX を吐いて、まずはボブさん、さあ開幕ピアッシング、さあしっかりモードレッドを決めてパブラ投げて、ああ遠距離でもお構いない。神戸君物事を潰して、さあ勝ったのはボブさん。続いて レイさんとブレコさん、チャース。この程度の戦いで負けていてもとても黒の王を名乗れない。私は遠発灼眼の打ち手、私に任せなさい。さて、さて、お手合わせ願います。さあ、友果対シャナ、さあスティルガードしている。ということでパワーブラを解放して一気にダッシュでゲージを回復していく。さあ EX 入ってもう一発、さあゲージを存分に入って、さあグレンの投げで締めて、さあ裏に回っている、これはまだ残るが、さあ4エビ入る、ここでローキューブを入って、サキが出てくる、さあガード間に合う、さあもう一発、ここでさあ行ってダッシュでぶっこんでくる。まずはシャナ、逃げと、お互いにパワーブラを解放、しっかりと立っている、さあなかなかシャナの逃げがうまいこと噛み合っている。さあまたもやに、さあとっても優秀、対空取って、ここはシャイニーギフト、さあ投げて、さあ EX シュートでとりあえずガードをして、さあこれは、さあシャイニーギフト決めて、さあパワープラ解放、さあ3ゲージあるが、まだ残る、さあ勝ったのはレイさん。お次、若葉さんとフリーダムさん、若葉さん、フリーダムさん、はい、フリーダムさん、
はい、こっち来てください。じゃんけんしてください。1P がフリーダムさんともか、3は若葉さんのシャナ。さあ、あ、すっかり見なくなってしまった KGKK ゴールデンタイム。個人的にはなんかみゆきに加賀高校が合いそうな気がしなくもないですけど、開幕キノ君が出てきて、もっぱせキノが出てくる。準備できましたよ。さあ中段が入って、さあ、あなたはぶん投げてここでブラスト。お互いに中段が出ている。さあ生ブラ出て、さあ投げ、オキテナ重心、ナイスエージよ。とりあえずダートさせて、さあゲージがマックスで、イエイ。さあ対空が漏れてしまったが、アイスエイジに助けられて、さあ切り札で締め、さあ下段入ってアイリーが出てくる。さあ再びアイスエイジ呼んで投げ、さあまずはフリーダムさん。さあ開幕インパクトスキルを出してはジャンプしている。さあ審判、さあ攻撃を当てているのはトモカ。さあ置き攻めが止まらない。さあ2エビ入って EX ハードで締め、さあハードここは撃たれて退場。さあここはコンボブラスト入って、あーとミスる。さあ結果オーライ、勝ったのはフリーダムさん。次はニガさん、小松さん。あれ、板山さんじゃないですか。私は遠発灼眼の打ち手、サナ。ほら、さぞ、よし。シーフ、ありがたい。さあ、すでに公式大会のシード権を持っているニガさん、対して小松さんのシャナ。ああでもここで勝てばシード権はもらえないけど名誉が手に入る。準備できました。ダウン打ちを決めて、さあ昨日、さあ中段入って、
さあ EX は入らないが、準備できました。またも入らない。今日コンボ下手じゃないと。ボブさんからのヤジが飛んでるが、悪いですね。厳しいからダウンを打ちで、まずは皆さん王座の貫禄を見せて、ここ投げて、さあ真っ白が出てくるが、パワー裏で物事を潰して、さあここキャトルミューティレーション入って、オッケーと、さあ押し攻めにダッチを選択。さあバーブラで人生相談物事を潰していったが、僕にやらせてください。さあここが届かない、僕にやらせてください。さあ今日は調子が悪い。さあ王者の貫禄見せつけて勝ったのはニガさん。では続いてノッポさんとクロネさん、まあ、あんたもなかなか頑張ったと思うけど、おなっしゃー、叶わなかったみたいね。さあこの組み合わせさっきも見た気がしなくもないけど、シャナ対トモか。さあ有志で、さあスティールは当たってるがボールにはならず、さあコンボブラスト入って逃走とクライマックスタートを使っていく。さあスティールからのシャインに入って、さあ一旦距離を離して、あここはボビーが当たる。さあ2Bが入って、アイリーが出てくる。あ位置を入れ替えて、さあ再びガーフが入る。これはガードしている。あコンボブラスト入って、まずはノッポさんのシャナ。続いて2戦目、さあまたね、やはりこのゴビがうまいこと機能してるが、さあ日向が入る。さあこれゲージ入って、さあファイヤーワークスで固めて、さあトモか、さあ食らっている。さあここエスケープ入って、さあシュート入る。さあここで切り札入って、さあ全員集合が暴れてるシャナーということで、勝ったのはノッポさん。次が
イモさんとマヨヒガさん。お前迷惑なの。あ、